ハローもサレンジボードひです。今回はね、こちらですね。ハードオフで500円で買ってきた、ケンウッドの、CD プレイヤーなんですけど、ジャンク品で動作しないっていうか、CD 読み込まないみたいな感じだったんですよ。でも、トレイは開くって書いてあったっていうか、開いたんですけど、分解して、直そうとして、よくわかんなくなって、戻したら、いきますよ。電源は入るんですよ。ね。で、もうなんか、CD 入ってるんだけど、まあ、CD 入ってなくてもこの画面になっちゃうのね。CD もう一番みたいな。んで、こう押しても、いくよ。ディスク取り出しボタン押しても、なんか音は鳴ってるんだけど動かなくて、しかも最初の状態だと、ここで出したり入ったりはしてしたんだよ。プラス、再生ボタンを押すと、軽くね、CD が回ったんだけど、今回は、はい、回んなくなりました。CD すら回んなくなりましたね。で、分解して直したんだけど、特にね、なんか変化させた感じはなかったんだけど、うん。やばいっすね。全く動かなくなった。で、もう、今ね、もう四苦八苦して、結局、あ、無理だってなって終わった。終わったっていうか、うん、今休憩してんだけど、CD は入ってんだけどね。この緑の部分あるんだけど、ここね、電源入れた状態で触ると感電するからみんな気をつけた方がいいよ。俺さっき感電したから。あとこのね、端っこのとこ持つときにね、はい。指切るんで気をつけた方がいいよ。ってことでね、一応ね、この上のカバーだけは水洗いしたんだけど、あとはもうなんか俺の知識でどうしようもないっていうか、これね、ピックアップレンズももちろん、綿棒で綺麗にしたの最初に。それでは全然ダメで、今回は。前はね、LD プレイヤーの時はそれでも治ったんだけど、今回は治らなくて、ガチャガチャやっても治んなくて、ポータブル CD プレイヤーの時みたいにやっても治んなくて、これは重症かなと思って、ピックアップレンズの調整ってやつも、裏側にあったからちょっとやったんだけど、もうそのレベルじゃないレベルで壊れちゃってる感じで、まずこのトレイが全く動かない、なんか中の、ダメなのになっちゃったのかな、なんか、あのね、中のギア的なのがね、多分ね、噛み合ってないんだと思うんだけど、どうなんだろうね。こう手でやって、これで読み込めばいいんだけど、読み込まないんだよね。しかも、あ、ちょっと風楽。風楽、あ、いたいた。こうやってね、C 入れても、反応しないんだよね。手で入れて、これで動けばいいんだけど、横再生ボタンなんだけど、押します。まずこのデザインがめっちゃね、なんか上品でかっこいいから買ったんだけど、ちょっとね、500円は高かったな。これと同じシリーズの MD プレイヤーと CD プレイヤーも売ってたんだけど、まあまず MD プレイヤーは使わないってことで買わなくて、CD プレイヤーはもう、トレースは開かないってなってて、もう、なんか電源入るぐらいしか以外は何もできないみたいな感じで、300円で売ってたの。それも一応買ってきたから、ちょっとこれから紹介するけど、それを一応通電させたんだけど、電源は入るんだけど、それ以外何も、全く動かないみたいな状態なんだよね。とりあえずちょっと、CD プレイヤーは、なんかアドバイスください。もう今の俺の限界、すべてやり尽くした。はい。ということで、もうとりあえず今からカバーして、ちょっと、うん、物置に置きます。はい。いやー疲れた。残念だな、これは。うん。使った工具は、大きめのドライバー1個と、小さいドライバー1個なんだけど、この、ドライバーの先に磁石がついてるやつがめっちゃ便利でした。で、便利で、それじゃないとできない部分があったからね。中の構造はこんな感じですね。はい。まあ、よく見えないよね。中外して、下からもネジ取って外したんだけど、うん。ちょっとね。で、組み立てはね、うまくいってるはずなんだよね。ネジとかも今回はなくしてないし。この前はね、この前っていうか昨日ね、腕時計を分解して、分解っていうか普通に蓋開けて、電池入れ替えたんだけど、バネ2個なくしちゃったの、超ちっちゃいバネを。あ、ちっちゃすぎるバネで、ピンセットで挟んでて吹っ飛んじゃって、2個なくしちゃって、そのせいで動かなくなっちゃったんだよね。腕時計が。あれは、腕時計ってね、一回開けた時にバネがあるやつは、写真撮っといた方がいい。どこにバネが入ってたかわかるように。俺それをやんなかったから、もうどこに入ってたかわかんなくなっちゃって、それをいじってる間にぶっ壊れちゃった、吹っ飛んでっちゃったみたいなんで。ちょっと時計、せっかく電池買ったのに使えないんだよね、今。カシオのやつ。ちょっと後でそれも紹介するけど。はい。ということで今回はこちら紹介しました。じゃあ次はカセットテープも、カセットデッキか。も紹介します。はーい。